な城をローせず落とす悪魔の策略。歓喜が狙う平洋城の攻略法を徹底考察。皆さんこんにちは。宮司のコーランです。今回は歓喜が狙う平洋城の攻略方法について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。現在、圧倒的多数の誇張軍と戦っており、甚大な被害を出している歓喜軍ですが、本来、彼らの目的は誇張軍への勝利ではなく、その後ろに控える平洋城の攻略だったはず。歓喜は、目前の誇張軍だけでも手一杯の状態から、平洋城をどう落とすつもりなのでしょうか。現状と史実をもとに考えると、彼は恐ろしい策で、平洋城の攻略を考えているのかもしれません。考察へのご意見、ご感想などを、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1. 平洋城は難攻不落？歓喜の平洋城攻略策を考える前に、まず平洋城の堅牢さをおさらいしておきましょう。平洋城は、マーテンをして強力な城と評した、ウアン・ブジョウと同じく、簡単を守るための城であり、役割を鑑みれば、城壁の高さや門の硬さなど、堅牢さは通常の城の比ではないと思われます。加えて、李牧が御の疾患後に考案した張王都県の防衛戦略を、各界は登用する形で、平洋、ウアン、ブジョウの城の強化改修を行い、元々の砦の防御力をさらに増強しています。また、花鳥が歓喜軍との戦いに入る前には、平洋城に精鋭簡単軍を大量に配備しており、かつて援軍5万を相手に7000の兵で古城を守り抜いた、守備の李白を城の近くに配置するなど、考えうる限り最大の防衛体制を敷いています。隣の武安や、王都簡単とも緊密な連携を取っていることを考えると、力押しで平洋城を攻略することは、事実上ほぼ不可能だと言えそうですね。2. 可能性が低い策。それでは平洋城の状況を踏まえた上で、まず、歓喜が取る可能性の低い策を整理してみましょう。最初に、コメントでも何度かいただいている、歓喜軍の別動隊による奇襲という方法ですが、それは戦力面から不可能だと考えられます。別動隊候補に、ゼノウや先の名が挙がりますが、両一家の総数は、どう考えても万にも満たず、かつ、攻城戦が得意な者がいるわけでもないため、彼らだけで堅城を落とせるとは思えません。そもそも、誇張軍撃破前に平洋城を落としたところで、戦場での歓喜軍の劣勢は覆らないため、ゼノウのような貴重な戦力を割いてまで、先に平洋城を狙う意味はありません。他に歓喜は、防戦軍や楊端和軍と連携して、彼らに平洋城攻略を任せる可能性ですが、歓喜軍にとっての張王都県侵攻の真の旨味は、大都市を攻略した後の略奪であり、歓喜は、誇張軍と戦う潰れ役を引き受けてまで、旨味の部分を他軍に譲るとは思えません。王戦軍が歓喜の要請なしに、独断で平洋へと軍を動かすことも考えられますが、胡蝶がライドの尋問を見届けるほどの余裕を見せていることから、現時点で平洋城を攻撃している秦軍はいない、と考えていいのではないでしょうか。つまり歓喜は、戦火独占のために、胡蝶軍の撃破後、満身創痍の自軍だけで堅牢な平洋城攻略をなす、という無理難題を、何らかの策によって実現させようとしていると思われます。一見不可能に思われる歓喜の狙いですが、史実とこれまでの描写を合わせて考えると、大兵力を必要とせず、歓喜軍が独力で平洋城を攻略する方法が、3つほどありそうですね。3. 攻略法1、胡蝶の捕獲。まず、1つ目に考えられる可能性として、胡蝶を人質に会場を迫る方法が挙げられます。もちろん、いかに軍総司令が人質になろうとも、平洋城の会場は、王都簡単の危機に直結するため、普通に考えれば、胡蝶が人質になったとしても、見殺しもやむなしと判断されるでしょう。しかしここで重要なのが、平洋城周辺の徴兵には、李白など、胡蝶にゆかりある者が多いという点です。劉白公の例からわかるように、胡蝶軍には勝敗を顧みず、城を優先する者がいるため、平洋城内の胡蝶恩子の将兵が暴走して、彼を救おうと飛び出す可能性があります。城門さえ開いてしまえば、魚戦時のようにゼノウを突入させることが可能になるため、ゼノウに続き、歓喜兵をなだれ込ませることで、容易に平洋城を落とせるでしょう。劉白公親子の犠牲は、
平洋城陥落の伏線として胡蝶門の城の厚さを描いていたのかも。4攻略法に難民の強制捜査。次に考えられる平洋城攻略法に歓喜が蝶の難民を強制的に操る策が考えられます。すでに作中では堅牢な城を陥落させる奇策として王翦が行船時に難民を使った稲子作戦を展開し、城の内側から難民に門を開かせることでまんまと城内への侵入を成し遂げました。コメントで歓喜軍を王翦に習い難民に紛れて平洋城に侵入するという説をいただきましたが、墨が目立ち言葉遣いが荒い歓喜兵では門兵の目をごまかすことは難しいでしょう。そこで歓喜は発想を変えて難民を強制的に従わせる手法を取るのではないでしょうか。歓喜軍と胡蝶軍が衝突する前に大都県の民が付近の村から平洋城へ逃げ始めていました。歓喜は初戦の急行軍によって避難前の村を襲い、彼らの家族を人質として捕らえた後、解放条件として彼らが平洋城に避難した後内側から城門を開けるよう命令しているのかも。さっき一家が難民の数人を見せしめにすれば難民たちは恐怖から命令を拒めないでしょうし、さっき一家が未だに姿を見せない理由は人質の相手をしているからなのかもしれません。5攻略法3公開遮断。そして私が史実を踏まえた上で最も可能性が高いと思っているのが難民や捕虜平洋城の感染で処すという策です。攻略法2では難民の平洋城内への避難を長軍が許すという前提でお話ししてきましたが、長軍は前回の行船で逃げ湯を飲まされたことで新軍の同じ手口を警戒して難民の入城を許さず、難民の保護を城の周囲で行うという対策を取っている可能性もありえます。史実において歓喜は胡蝶に勝利した後10万の首を城外で跳ねたと記されているため、歓喜軍は胡蝶軍を抜いて平洋城にたどり着いた後城外に停滞する難民を軒並み捕らえ、胡蝶軍の捕虜と合わせた総勢10万人の首を城の真横で跳ねていくのかも。平洋城の守備兵の中には付近の村に家族を持つ者もいるでしょうし、彼らが城外から響き続ける絶叫を永遠と聞かせられ続けてしまえば、牢城の利を捨ててでも城外へと打って出て家族を救おうとする兵が続出するはずです。城門が開いてさえしまえば攻略法1と同様の流れで城を落とすことが可能になります。新緑章任命後のナレーションで言われていた緑章の暴走という言葉の意味を考えると、史実と合わせて考えてもこの流れとなる可能性が高いのではないでしょうか。歓喜がどうやって平洋城を落とすのか、この先の彼の動向に酔う注目ですね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になったなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひチャンネル登録高評価をお願いします。もしリクエストがありましたらコメントやツイッターで教えてください。以上、軍師のコーランでした。またね。